コート・オブ・ザ・ロード・リオンは、スコットランドの紋章を司る、認可機関の機能を持った、裁判所である。スコットランドで認可されたすべての紋章の一覧簿や、刑図の記録を保有、管理している。リオン裁判所は、公的機関であり、認可手数料などは、大蔵省に対して支払われる。長官は、ロード・リオン・キング・オブ・アームスであり、紋章についての刑事裁判権を持つため、 放送資格の保持者でなければならない。リオン裁判所は、スコットランドの司法システムに組み込まれており、専属の検察官が存在する。イングランド、ウェールズ、北、アイルランドにおいては、紋章の認可機関としては、紋章院、紋章を管轄する、裁判所としては、廃校東部シバリーがこれに相当する。リオン裁判所が所在する、ニューレジスター、ハウスリオン裁判所はその、 行政機関としての職務の一つとして、文章使用権や、刑図の認可に関する権限を持つ。これには、特許状や借位、私族長位証明書などの証明書の交付による、文章の認可や再認可が含まれる。認可を受けるには、まずはじめに、オン裁判所に対して、請願を提出することが必要であり、十分な証拠が提出され認められると、インターラキアターと呼ばれる令状が、 リオン教によって発行される。この令状の発行権限は法律によってリオン教に移譲された国王体験によるものであり、令状に基づいてリオン管理記録管理官が特許状を作成、記録することで正式に認可される。一連の流れにかかる手数料はすべて大蔵省に対して支払われるが、これは ロンドンの文章院が手数料を自らの収入とするのと対照的である。リオン裁判所が持つ権限の範囲は基本的にスコットランド国内に限定される。海外からの請願は通常受け付けることができず、公式ホームページによればその判断は請願者の住所、またはスコットランド国内の所有不動産の有無によって左右される。ただし、 独自の紋章機関を持たない、カナダ南アフリカ以外のイギリス連邦加盟国の国民は例外的に請願を行うことが可能である。リオン卿の印象刑事司法機関としてのリオン裁判所の職務は、スコットランドにおける個人、法人及び王室の紋章に関わる権利の保護である。また、 裁判における書類の配布や裁判所命令の執行を担うメッセンジャーアットアームスの任命もリオン裁判所によって行われている。文章の認可を受けた個人や法人はその文章の独占的な使用権と引き換えに手数料を支払っているのであり、このことから文章に関する権利の保護は非常に重要なことである。文章は個人や法人が 独占的に使用できて初めてその使用者を識別する機能を持ち価値のある財産となるのであり、文章の許可なき使用や流用はスコットランドの古文章において今でも犯罪とみなされている。このような背景からスコットランドで認可された文章の所有者はその文章の無断使用に対し裁判所命令を行うよう申し立てることができる。このような文章の不正使用の取り締まりは 国は認可手数料を徴収しているため、一般国民は詐欺や窃盗の防止のためという面で、国および一般国民双方にメリットがある。なお、紋章には相続や個人の識別に関する分野で法的な証拠として扱われることがある。スコットランドの他の裁判所と同様、リオン裁判所にはプロクラトルフィスカルツーリオンコートと呼ばれる。 専属の検察官が存在する。この検察官は、スコットランド内閣によって任命され、紋章の無断使用者を起訴する役目を負う。この罪に対する処罰は、複数の条項にわたって記載されており、裁判所は無断使用者に対し罰金刑を課し、無断使用された紋章のついている物品を押収したり破壊したりすることができる。また、国に対して本来支払うべき。 手数料を支払っていなかったという点で、高等裁判所では、脱税事件と同様に扱われることもある。なお、イングランドの高等部縛りは、民事裁判所であり、過去230年では1954年に一度しか裁判が行われておらず、リオン裁判所とは極めて対照的である。文章の無断使用に対する刑罰は、過去には極めて厳しいものであった。 1592年及び1672年の法律では、リオン裁判所には、無断使用に対して、罰金刑だけでなく、懲役刑を科す権限も与えられていた。1969年付の法律では、許可なく使用された文章の除去、その文章が使用された物品の破壊、欧州以外にも、無断使用者を反逆者として広告する能力が与えられた。 リオン裁判所の裁判官は、ロードリオンキング・オブ・アームスのみである。リオン今日は、スコットランド司法システムの一員であるが、その長である、ロードプレジデント・オブ・ザ・コート・オブ・セッションの監督下には、置かれない。これは、ロードプレジデント・オブ・ザ・コート・オブ・セッションの権限が、定められている2008年司法、裁判所、法、2014年裁判所改革法のいずれの、 法律でもリオン教について触れられていないためである。また、リオン裁判所の運営は、他の裁判所と異なりスコットランド裁判所、法定機関とは分離されて行われている。リオン裁判所の役職には、リオン教の他に国王が任命する、リオン管理記録管理官と内閣が任命する、検察官があり、以上二職の任命は官報である、エディンバラガゼットに掲載される。また、 裁判が行われる際やリオン卿が宣言を行う、際に現れるメイサーも存在する。サー・トーマス・インズ・オブ・レアニー。1945年から1969年にリオン卿を務めた。ロード・リオン・キング・オブ・アームスは、スコットランドの紋章官の長であり、国務大官の一人であるとともに、スコットランド司法システムの裁判官の一人でもある。 リオン教の紋章に関わる司法権はリオン裁判所を通して行使され、リオン裁判所はスコットランドのコモンロー及び議会制定法に基づき民事、刑事双方の裁判を取り行っている。リオン教は事務的な任務も負っており、その一つがメッセンジャー・アット・アームスの任命である。なお、リオン教の任命権は1867年リオン・キング・オブ・アームス法により、 国王に与えられている。理ン管理記録管理官は、リオン裁判所の運営を司る役職である。文章交付が申請されると、リオン管理が文章の登録や、経図の記録を行う。申請は、対面、文書、または代理人を通して行うことができ、理ン管理はこれらに対し個別に対応し、提出された書類や証拠を受け取らなければならない。 申請が認可されると、リオン管理は認可された文章を申請者に明らかにし、記録簿に記載する。記録管理官としての仕事には、スコットランド全文章公開記録簿への新たな文章の追加がある。また、リオン管理は、国民が記録簿を利用できる、要、調査、研究に対して、手助けを行わなければならない。年リンキング・オブ・アームスポーの 思考によりオン裁判所の構成員及び文章官が公務員とされて以来、理論管理の給料は国によって支払われている。リオン裁判所検察官は、文章の登用や無認可での使用についての告発を捜査する役職であり、司法長官の代理人として違反者に対して警告を発したり、オン裁判所への起訴を行うことができる。検察官は、 放送資格の所持者でなければならず、スコットランド内閣によって任命される。なお、2001年までは任命者は、リオン卿であったが、欧州人権条約第6条に反するとして変更された。2020年1月時点のリオン裁判所の構成員は以下の通りである。2006年のアダム・ブルースのフィンラガンパー誌版と任命式にて、 チャールズ・バーネット・スコットランド王室紋章官は、リオン裁判所の一員ではないもののリオン教の部下に当たる。紋章官は、スコットランドにおける儀式上の職務を取り行うほか、紋章学、刑務学の専門家として民間からの依頼を受けて、活動することもある。スコットランド王室にはかつて常任のヘラルド・オブ・アームスとパーシバント・オブ・アームスが、 それぞれ6人ずつと非常任文章官がいたが、1867年に制定された法律により、給料や職務を明確化するとともに常任文章官が減らると、パーシバンとそれぞれ3人ずつに減らされた。文章官の制服は、スコットランドの部分が強調されたイギリス国章のタバードである。文章官が出席する儀式には、スコットランドで行われる、 国王出席の儀式のほか、エディンバラのロイヤルマイルにあるマーケットクロスで行われる議会解散の告知、エディンバラ城上場大の就任式、スコットランド国境会年次総会開会式などが挙げられる。現在、常任ヘラルド・オブ・アームスが3名、常任パーシバント・オブ・アームスが3人おり、合計6人の紋章館が存在する。時折、常任紋章館の他にも、 功績を称えるなどの目的で、文章官が任命されることがあり、これらは、ヘラルド、ピアース・ウィーベント・オブ・アームス・イン・オーディナリーと呼ばれる、常任文章官に対し、ヘラルド、ピアース・ウィーベント・オブ・アームス・エクストラ・オーディナリーと呼ばれる。現在は、非常任ヘラルド・オブ・アームスが3名、非常任、パーシバント・オブ・アームスが2名存在する。また、スコットランドには、王室文章官の他に、 貴族や士族長によって設置される施設文章館が4名おり、その士族の文章、系譜、儀式関係の職務を取り行っている。2020年1月時点での王室文章館は以下の通りである。ありがとうございます。